上流側から撮影。背景は、小竹下流側から撮影。背景は、明神竹かっぱ橋の一かっぱ橋は、長野県松本市安住上高地の安佐川に架か,かる木製の吊り橋。古くは、この場所は、かっぱ淵と呼ばれていたという。1891年に初めて橋が架けられた。全長37メートル、幅3.1メートル。 長さ36.6メートルの唐松製の橋。中部山岳国立公園内の標高約1500メートルに位置する。この橋から穂高岳、小岳などの山々を望むことができる。上高地を象徴するのシンボルの一つである。毎年4月27日にアルペンホルンの演奏と共に橋のたもとで上高地開山祭が開催されている。十一月十五日には、 上高地平山祭が開催されている。化粧柳の巨木が周辺の下半に群生している。橋は過去に4回かけ替えられており、それぞれ1代目、2代目、3代目、4代目、5代目とある。カッパ橋という名前の由来には、諸説あり、などがある。1927年、芥川龍之介が小説、カッパの中でカッパ橋を登場させたことでより、 知られるようになった。周辺には、以下のホテルなどの宿泊施設と、売店、キャンプ場などがある。各施設は陶器等を除く、シーズン期間中に営業を行っている。五千尺ホテルの前を通り、清水川の小さな流れを渡れば、こなし平らにつく。ここには、ビジターセンターやキャンプ場などがある。ビジターセンターには、 上高地の自然に関する写真などが展示されている。キャンプ場はカ松林に囲まれた静かなところだ。ありがとうございます。